同時期制毒ガス製造器具展示場を奥野島、毒ガス資料館は、広島県竹原市の奥野島にある、戦争の兵器として使われた毒ガスに関する、博物館である。この島では1929年から1944年終戦まで、秘密裏に大日本帝国陸軍によって、毒ガスが製造されていた。その歴史を風化させないという地元住民の願いがあり、 毒ガス資料館が建設された。建物自体は、竹原市及び、周辺市長の元公員や、動員学徒など毒ガス被害者の数団体で、結成された、多くの党毒ガス被害者対策連絡協議会が、建設し、竹原市に寄贈。1988年4月、竹原市所有、連絡協の運営で開館した。この経緯は、当時島全体は、 環境庁が所有する国有地であったこと、国側は建設は許可したものの毒ガスのことを公表することに消極的であったことから、初代官長は元公院で、後、竹原市役所に勤務した村上初一2006年から指定管理者制度を導入、2009年から休暇村、多くの島が管理している。近年連絡協議会は高齢化によって、 維持活動が困難になりつつあるとして、毒ガスに関する各種資料の保存に関して、国の介入を呼びかけている。年間入場者数は、開館当初は5.6万人台、最大は1995年で約6万5千人。そこから90年代後半に、減少の一途をたどり、2004年から2008年の、愛川2万人台、第2015年時点では、ウサギの島として、 観光客が増大したことに伴い4万人台にまで回復している。島内には毒ガスを製造していた頃の建物が移行として残っているが、ほぼ立ち入り禁止であることに注意が必要である。多くの島神社境内にある、殉職費は二人目の死者が出た1937年に混流されたもの、毒ガス障害死亡者慰霊費は1983年に混流されたもので、 以降毎年協議会の主催で慰霊式が行われている。詳細は旧暇村、多くの党が公開するパンフレット、党内マップのご案内を参照。資料は2013年時点で約600点収蔵。展示物は以下のもの。島にある軍事移行も含め戦争における大量破壊兵器による悲惨さを伝えるという意味では、広島平和記念資料館、 原爆ドームなどと同じである。ただしこちらは、加害者としての歴史、つまり、中国での使用に関する資料も展示している。また、以来への医療支援として、イラン・イラク戦争での毒ガス抗遺症治療にあたる、医師、看護婦をそのノウハウを持つ広島の医療機関が受け入れたことが縁で、その関連資料も展示している。次の方は、入管料が免除になります。 19歳未満の方、身体障害者、手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方、年以上100円、18歳以下50円、団体割引あり、多くの等交通参照。ありがとうございます。